本日浦和店から感染対策こちらさせていただきながらライブ行わせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではじゃあ恒例の自己紹介からさせていただきます。私土屋が157センチですね。まあ大体まあ平均的な身長で皆様と同じようなこちら体型させていただいて、普段はこちらですね7号から9号と上は大体 M サイズ9号ぐらいで着させていただいております。じゃん、私遠藤が149センチの、結構背が大きいので、2号から13号、下は、ね、本当に13号とかで、上が9号という形で、結構あのサイズの幅が広いんですけど、でも綺麗に着こなしていただいて、はい、デコボココンビがさせていただきます。よろしくお願いいたします。では今日の主役、皆様お気づきでいらっしゃいますか。ちょっと後ろにももう一色あるんですけど、こちらの三色展開の本日はオードリー&ジョン・ワットさんの別注ハイゲージスムースステンプルオーバーをご紹介させていただきます。お色はですね、こちらの私が着ている土屋のこちらライトグレー、遠藤さんが着ているグレージュ、こちらですねチャコールグレーのご紹介の3色展開になっておりまして、別注カラーです。トワミこちらオリジナルになっております。じゃあお値段が 15,400円、税込みで、本体後ほどご紹介させていただきますが、綿 100% で、こちら裏地のものがポリエステル 100% になって手洗い可能でございます。こちら本日この中心でご紹介させていただきます。お、遠藤さんも出てるんで頑張れって言ってますよ。頑張れ。あ、ありがとうございます。あ、もう皆様見ていただいて、今日もお客様からのご連絡 LINE いただいて、ちょっとお返事できなかったんですけど、あの熱いコール拝見させていただいてますので、後ほど、相変わらず上品ですね。ありがとうございます。では商品から早速ご紹介させていただきます。こちらですね、皆様トワミーでいつも商品を買うときは何を基準にされていますか。お仕事、こちらですねプライベート、どちらも使いたいなっていうお答えに、こちら答えさせていただいた商品になっております。ちょっと今送っているので、ここ袖もこんな状態ですね、商品自体は。で、前身頃、こちらですね。こちらが、不白になっております。不白って何だろうって、織物になっておりまして、まあ、特徴的には、繰り返し使っても型崩れしない商品になっています。やっぱ皆様も忙しい時期、この時期ちょっと汗ばむので、毎日、まあ、週4とか週3で洗って使っていただくのにも、もう長い期間使っていただける、こちらの前身頃と、こちらの部分がメインになっております。ちなみにこの後ろですね、見えますか。こちらです。ちょっとこちら後ろの部分はまた生地が店頭でね触っていただく全然違うんですけど、今こちらの前身頃の方がメインになっている、こちらはサラッとしたポリエステルになっております。こちらはハイゲージになっておりますので、すごく目が細かいです。ね、すごいですよね、これね、はい、細かくて。すごい、綺麗です。うん、サラッとしているので、まあ、皆さんね、このお尻の部分と背中をいかにすっきり見せて。襟元と袖口よく見たいです。あ、ごめん、来てます。ちょっとすみません。あ、遠藤さんの方がいいんじゃないかな。はい。はい、襟元、こんな感じですね。結構リブの詰まった感じになってますね。後ろ、ボタンに。でも窮屈感ないですよね、ですね、これね。あと袖はこんな感じでちょっとリブでなってますね。結構こうやって上げた時に落ちてこない感じなので、ここが私はすごくポイントで、はい、後ろの生地で。どんどんコメントお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、このサラサラとした部分ですね、ここがデコボコ目立たないので、着ていただいた時にこう後ろの部分が浮くことがないので、スッキリ感をこちらさせていただいて、でデザインですね、どうでしょうか。やっぱりあの、まあ、インするしない問題もここで発生するんですけど、しなくても OK です。やっぱりあの長すぎると、まあどうしてもちょっとお尻ウエスト部分が気になってしまうんですけど、この部分全体的に多分皆様が一番隠したい部分で平均的になってくるので、身長高い方も大体はこの辺りに行くんじゃないですかね。で、後ろの部分
お尻隠せるんですけど、まあのっぺりしたくないところが特徴で、この後ろの空き具合、ここがあるので横から見た時にちょっと抜け感がちらちら出てくるので、ここのお尻の部分が重なることがない、これとっても嬉しいポイントで本日作らせていただいてます。リブですね、これがやっぱり大好評いただいて、いつもリブの色こんなに変わらないか、リブの色ありがとうございます。ありがとうございます。リブこれからまあ、今の時期とかちょっと汗ばむので、あとお仕事される方は大体こう落ちてくると、ここ、まあ、パソコン作業でも、まあ、普段いろいろ作業するときにでも、ここからのシルエットが素敵です。ありがとうございます。ここがまあどうしてもちょっとストレスになってしまうんですけど、やっぱここのリブになってくると、まあすぐ上げていただくことによって、まあストレスフリー、ここが一番ね。でだんだん多分冷房が効いてくる時期とか5月になってくると、やっぱ寒いので皆さん長袖着たいなっていう時にこう下ろしていただく、で紫外線予防にもなるので、ここはそのまま歩いていただくっていうところがすごくポイントになってくるかなとは思います。あ、ありがとうございます。そしたら遠藤さんのお色の紹介してもらおう。どうぞどうぞいらしてください。ちょっとポイントになっていて、私はちょっとプライベートバージョンにお着替えしていきます。これグレービーズですね。こちらの方がベージュで、後ろがちょっとグレー、まあ、グレーといってもちょっとベージュに近いようなグレーですね。私なんかはこんなにお尻が大きいんですけど、結構綺麗に隠れてくれるので着やすい。このね色は違うので結構こうポイントになりますよね。違うとやっぱりスタイルアップになったりするので、切り替えすごく大事ですね。これも違うっていうところ、動かしていただいてもよりこうちょっと休日とかにゆったりに来ていただくのにいいかなっていうところですね。お洗濯できますか？洗濯は、あ、手洗いしていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと早着替えがなかなかいつも遅いので、アウターでチェンジしてまいりました。こちらですね、今ちょっと先ほど白のスニーカーじゃなくてパンプスを履いていたんですけど、今スニーカーとチェンジと、こちら遠藤さん前のインの仕方とても素敵です。ありがとうございます。いいじゃないですか。いいですよね、インとねアウトどちらでもしていただけますので、とっても素敵です、すごく。でこちらがちょっとオフバージョンというところで、これ今こちらご予約いただいて、もう皆さんご覧いただきましたかね、3月上旬からこちらご予約させていただいて、もう少しでお締め切りになっている商品になっていて、こちらもはい、色違い、今私が着ているブルーとグレーとブラック。ありがとうございます。このトップス腕がよいしょ、今リブのちょっとここ見えますかね、ここで、まあ、寒い時には下ろしていただいて重ねていただいてもいいんですけど、ここで必ず止まってくれるので、アウターをこう着ていただいてもここにもたつくことがないので、自分のちょっと温度調節っていうところで、これからまだ、ね、桜のシーズンとか夜桜とか皆様行っていただいて、ちょっと1枚羽織が必要な時でもちょっとストレスフリーで着ていただけると思います。彼らも雰囲気が変わっていいですねっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。雰囲気なので、オンとオフどちらも使っていただきやすいので、こうちょっと、あ、予約してよかったです。いい、ありがとうございます。ご予約いただきましたか。ありがとうございます。ちょっと大人気カラーで、あ、グレー買われていただいたお客様ありがとうございます。グレーのコーディネートも今度させていただければと思います。今ちょっとブルーで鮮やかにさせていただきました。なんか遠藤さんも、はい、アウターなんか着てみて、あ、予約してよかったです。インディゴありがとうございます。そうですよね、これがお値段16,000円でとっても軽いです。で一応今こちらプルオーバーのご紹介なので羽織として使わせていただいてるんですけど、閉じちゃっても大丈夫です。閉じちゃおうかな、今時間があるから。ちょっとイメージだけ
で、パンスタート。あ、いつの間にか仕込んでありました。ね、ポイントになるので、後ろの部分もね、結構ここが毛皮で寄る感じになるので、よりこうちょっと少し IT とか隠せるかなっていうところですかね。ダンボールニットですごい軽いお素材なんで、こんなの可愛いんじゃないかと思います。ここに芯が入ってるので、ね、よりちょっとスッキリ感とかも、いつもこっそり誕生する。何が変わったでしょう。また本当に使いできちゃいました。で、こっちのバージョンでご紹介させていただきました。ここにパンツを合わせていただいて、で脱いだ時とかお食事行く時とかもちょっと安心して使っていただけるんじゃないかなって。もう軽いので、これはぜひ店頭で遊びに来ていただければ。ベスト可愛い、なかなかないデザイン、ありがとうございます。うん、ベストと相性いいですよ。相性いいですね、うん、ありがとうございます。ベストベストベスト本当可愛いですよね。うん、でいただいて、すごい軽くて、ここ後ろが欲しいので結構長い間使っていただけるんじゃないかと。ここね、絞ると身長関係なくね、こう使っていただけるし、皆様の調節とかも私スタッフが着用でさせていただくので、雰囲気もちょっと絞りが、ここが身幅がちょっとスッキリさせたい人はちょっと絞り強めにしていただいて、こう引いていただくとちょっとスッキリ感が見えるような。もうなかなかな、おー、ベストが好評いただいていて、ありがとうございます。駆け足でやってたらまたお時間が過ぎてしまいましたので、でね、ちょっと遠藤さん、ちょっとこのご紹介して、はい、私ちょっと先に脱ぎます。はい、そうですね、本当このベスト、ちょっと黒とかがポイントで入っているので、意外とそういうコメントとかにも入っているので、そういうところでもちょっと締まるかなっていうところがございます。でファスナーとかもゴールドなので、ちょっと大人な感じで着ていただけるので、ちょっと綺麗めな感じ、うん、見えるかなって。じゃあ、うん、最初の姿に戻ってもう名残惜しいですけど、次回のご紹介で皆様コメントとかは何かございますか。あ、ベストはいくらですか。ベストは、うん、税込み21,300円でございます。まだまだベストも3色なので、ブラック、グレー、ベージュですね。こちらも3色展開で、組み合わせによって ね、多分全然違うので、全然変わってくるので、うん、まだちょっと結構いますよね、買いそびれちゃったアウターをどうしようか問題が、ね、皆さんまだトワミいろいろご紹介しきれない部分がありますので、またご覧になられてください。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。ご来店お待ちしております。もう終わりなんですよ。もう店頭でお待ちしております。ありがとうございます。嬉しいですね、いつも見ていただいて。あ、ありがとうございます。ここベッチハイゲージスムース、こちらですね、琥珀プルオーバーでライトグレー、グレージュ、チャコールグレー、こちらLINE でもお問い合わせお待ちしておりますので、また皆様では、今晩もおやすみなさいませ。バイバーイ。バイバーイ。